安倍総理大臣はロシアのプーチン大統領と電話で会談し、辞任の意向を伝えるとともに、北方領土問題を含む平和条約交渉を継続することを確認しました。会談はおよそ20分間行われ、プーチン大統領は日露関係の発展と障害除去に向けた安倍総理の偉大な貢献を高く評価するとねぎらいました。これに対し安倍総理は、北方領土問題の解決が重要だという考えを強調し、今後も精力的に交渉が行われることを期待すると訴えました。その上で両首脳は平和条約交渉を継続する方針を確認しました。会談の最後に安倍総理は、友情をこれからも大切にしたいと述べ、プーチン大統領はまた会うことを楽しみにしていると応じました。